自然界に存在するウランは 99.3% が核分裂しにくいウラン238、核分裂しやすいウラン235は 0.7% しかありません。ごくわずかな後者だけが爆弾に役立ちます。ウラン型爆弾を作るためにはウラン235だけを取り出して濃縮する必要があります。研究者はウラン235の抽出に成功し、アメリカは64トンの高濃縮ウランを確保しました。また爆発を起こすためには一定量以上のウランが一つに固まっている必要があります。そのため必要な量のウランを分けておいて、爆発させたい時に片方をもう片方に勢いよくぶつけます。そうすると爆発するために必要な量のウランが一つに固まり圧縮され、その直後100万分の1秒という一瞬で大爆発を起こすのです。